中野博史涼は山口県出身のプロ野球選手。1946年と1947年の登録名は諏訪博史涼。下関商業学校から明治大学を経て、1946年に読売巨人軍へ入団。川上哲次が復帰するまで一塁医師を務めたほか、当主として6勝を挙げる。1948年に金星スターズに移り、 1950年には、新球団の太陽ホエールズへ3度目の移籍。この年はスライダーを武器に、主に先発投手として、リーグ4位の25勝を記録。その後も、1951年11勝、1952年17勝、1953年12勝と、林直明と共に、太陽早々期の投手陣を支えた。また、 1951年に対応の選手として初めてオールスターゲームに選ばれると翌1952年も2年連続で出場した。一生に終わった1956年限りで引退した。2013年1月2日に肺炎のため死去、88歳没、スリークォーターからの速球を武器とした。1950年5月頃の大正地区。 ロビンス戦で小鶴誠が打った痛烈なゴロを右の素手で受けたところ、親指と人差し指の間に裂傷を負い、人差し指も負傷した。しかし、この怪我によってスライダーが投げられるようになり、同年の活躍につながったという。酒好きで同じく巨人から対応に移籍した田中師匠と飲み始めると止まらず、二人でお調子を40本並べていたことがあったという。 諏訪広史料に関するカテゴリー、ありがとうございます。